そう、今日は泣いたし汗かいたので塩分が大変。もう7月31日ってすごくない？もう冬来るよね。もうもうちょっとしたら、でもあと3、4ヶ月ぐらいで、いや、あと5ヶ月で大晦日ってやばくない？すごくない？早くない？くないくない？そう、卒業証書。ちゃんと読みたかったんですけどね。なんかドレスを着た姿を見たらめっちゃ実感が湧いてきて、なんか前歯も言ってたじゃないですか、本人も。そう、あんま悲しいっていう感情はなかったんですけど、なんかその時は悲しかったです。なんか未来への楽しみの方が強い。もう一回アイドルをやるらしいので、どんな感じになるのかが楽しみです。そう、でもなんか一回泣いたらなんか続くじゃないですか、ちょっとその感情が。ダメでしたね。しかも10年桜の時に歌詞間違えたかもしれん。何だっけ、すぐに燃え尽ける恋よりずっと愛しい君でいて、おー、ずーっと燃え尽きる恋よりずっとって言ってしまいました。多分申し訳ありませんでした。え、面白い。だってなんか初訪問してくれた人の名前がその本人と私に表示されるんですけど、めっちゃドストレートな名前の人がいて面白い。 STU 大好き男さんが初面白い。
めっちゃダイレクト。あ、韓国コメントしてくれたんやけど、韓国動画見ますよ。ありがとうございます。こんにちは。すごいストレート。髪の毛もストレートできた。やば、晩ご飯、ん？夜ご飯食べてないんですよね、まだ。きゅうり。うん、なんかきゅうりってな、苦い時悪くない？えぐみか。確かに健康そう。いつもいい音出して食べるね。だってそうなんですよ。ヘタ切ってするよ、こするよね。え、わかる。なんかあれって意味あるんって思いますけどね、私は。表面だけなんじゃないかって思うんですけど。え、ご飯これだけじゃないです、さすがに。キュウリが2本余ってたので、あ、2本分です。2本分食べました。食べてます、今。浅漬け、なんかそう、味付けをもっとしたいんですけど、してない。してないですね。やっぱなんか塩って美味しいよね。博多の塩美味しいよね。以前のアカウント見たことあるかも。なんか確かに塩麹も美味しい、味噌も美味しい。きゅうりって何でも合うくない？
いい音。なんか本当にこの前食べたスイカのかき氷がもう本当にキュウリの味でした。スイカだったんですけどキュウリでした。まあ同じ種類だからなのかもしれないんですけど、いやなんか本当にね、赤色のキュウリ。そのかき氷に塩がついてきたんですけど、もうほぼかき氷食べてるって感じ今。その時の、めっちゃ美味しかったそのかき氷。夏塩があったらねさらに美味しかった。暑いですね。暑い。暑くてなんか、待って。今部屋の湿度を見てみたら 38% でした。カラカラ。カラカラですよね。でも涼しい。この時計なんか落としすぎて壊れたんですよね。なんかここがはまらなくなりました。お風呂のドア開けたけは湿度上がるよ。やりません。暑い。かき氷でどの味が好きですか？私はみぞれかブルーハワイ。ブルーハワイ、ハワイって言わんの自分。ハワイアンブルーかメロンが好きです。そう、なんか一時期かき氷のそのシロップの味は全部同じ味ですみたいな憶測っていうか噂があった気がするんですけど、違うよね。レモンとかめっちゃレモンじゃないですか。みぞれめっちゃ美味しくない？甘い、もう透明。もうみぞれはもうみぞれ単体で食べたい。なんか練乳かけたら甘くなりすぎて。の最前列に近い席で見てました。お疲れ様でした。
氷水。うん、もうみぞれはもう、あ、氷水じゃない、間違えた、砂糖水そう、砂糖水がめっちゃ美味しい。なんかなんとか金時ってあるじゃないですか、あれよりなんか甘い気がする、みぞれって。宇治金時、宇治金時だけやったっけ、なんか他にもないか。宇治金時って抹茶のこと。こんばんは。主成分が同じで香料で味変してる。そうなんかね結構違う感じる。比べてみたいな。抹茶のなんかかき氷食べたことない。なんか岡山の、岡山にあるお待ち堂っていうかき氷屋さん行きたい。なんか戦場劇場がその辺に泊まってたんですよね、確か前。あの魚の ところとか岡山港だっけ、前よね、4年前ぐらいな気がする。あ、宇野港だそうだ、そうそう、宇野港でした。雪帽子は行きましたよ、今年2回行きました、リコチと。スイカ食べてチョコミント食べました。チョコミントもねめっちゃ美味しかった。なんかチョコソースがかかってるんですけど、それがあの滑らかな方じゃなくて、そのかき氷の影響で多分こう固まってて、チョコもそれがパリパリになって美味しかったです。食感がありました。めっちゃ美味しかった。しかもチョコミントが嫌いな人もいると思うんですよ、なんか歯磨きやみたいな感じで、でも全然歯磨き粉じゃなかったです。本当にうっすら、そう、歯磨きの感じはなんか全然なかったです。
人のなんかスースーする感じはもうほぼなかった。チョコミントってどうやって生まれたんやろね。なんで合わそうって思ったんやろ。チョコとミント、そう、苦手な人も食べれそうと思いました。そのチョコミントやったら。でもチョコミントアイスとかってね、なんかハマるんですよね。私もそんなに別にあんまり惹かれなかったんですよ、チョコミントに前は。でもなんかチョコミントぎっしりチョコが入ってます炊いてるアイスみたいなのが売ってて、なんか食べてみたいと思って食べてみたら美味しかったんですよね。確かにちょっと苦手な配分のチョコミントもあるかもね。ミンツの葉っぱ、なんかそれ食べるか食べないかみたいなあるよね。食べるものとして乗せてるのか、彩りっていうか鮮やかに見せるために乗せてるのか。でもこれなんか前も話した気がする自分は食べるときと食べないときがあります。チョコミントってずっと流行ってない？チョコミントの人たちが一定数いますよね。うわ半出てきたよ。半チョコミント。なんかミンかもね。でも最近チョコミントだから食べてないわ。見つけようとしてない。食べようかな。頭痛くなってきた。
すごい、髪の毛ほどいたら一気にオフモードでなってあくびが出てきた。すごい指通りがやばすぎる。ワイルド、ワイルドだろ。確かに血が通ったかも、頭に。すごい、何も跡ついてない。甘いものは別腹。え、全然別腹じゃないよ。私からしたら普通に一緒、一緒腹。甘いものってなんか食べ続けるの難しくない？なんでなんやろね、血糖値の問題。分からんけど飽きるよね、甘いものって。よし、甘党じゃない気がする。自分辛党、辛党ですね。あ、確かに、はっきり、はっきりというかさっぱりじゃなくて、くっきりじゃなくて、しっかり、しっかり辛党です。辛い食べ物の方が好きですね。お疲れ様でした。でも楽しかった。今日ドレスめっちゃ可愛かったよね。そう、でもなんか砂糖って老化を早めるみたいなのを見たことがあるんですけど、でもそれを見たところでやめようとはならないですよね。食べるの、なんか、うん、最近雑学の動画を見るのにめっちゃハマってて、人は何時間眠り続けるとなんとかなんとかみたいな、なんかトリビアの泉みたいな話し方の動画を見るのがなんかハマってて、めっちゃためになるんですよね。なんか本当かわからないんですけど、まあ、諸説ありって感じかもしれないんですけど、ハマってるんですよ。
砂糖やめたら医者の奥様に若返ったって言われたよ。なんでだろうな。やっぱあるんですかね、そういうの。覚えてない、なんか今適当に言ったんですけど。人は眠り続けるとみたいな。いや適当に作った、なんかそういう感じの。そういう感じのやつをね、なんか見てます、最近は。YouTube で。でも最近取り入れた雑学は、あのやっぱりお昼寝を15分とか30分とかした方が集中力が上がるっていう。でも15時以降をすると昼寝をね、夜の睡眠に影響が出るらしくて、それはおすすめしませんみたいなやつでしたね。でもそれぐらいしか覚えてないんですよね。見るには見るんですけど、その場ではへーってなるんですけど、覚えてないんですよね、あるある。覚えようとせんと覚えれん。なんかいろんな、うん、毎日投稿してくれるんですよ。その雑学チャンネルみたいな、めっちゃいい。なんかついてきた。確かにキュウリ食べたら体がやっぱり冷える。お笑い芸人の YouTube 見たりしますか？めっちゃ時々見ます。レインボーさんとか、見ます。でもそんな民家も、犬の動画、犬の動画
ばっかり見てます、犬の写真とか。音楽の裏話、あ、わかる、なんか見たかも、昨日なんかの曲がみんな気づいてないかもしれないけど、サビになるとテンポがちょっと落ちてるだよこの曲は、みたいな、そこでちょっと違和感を覚えさせて、なんか癖になる曲にしてるみたいな。心霊系、なんか何やったっけ、変な家のやつとか、心霊系はあんま見んか。ウケツさん、こんばんは。でも夏ってなんかちょっと寝るの怖いよね。冬は布団がバーってかけたりとかできるけん、なんかちょっと安心するけど、夏って自分もこれしか被ってないんですけど、なんか薄いし、なんかここぐらいまでここぐらいまで被って寝たくない？なんか耳が隠れてなかったら安心しないんですよね。なんかあんま仰向けで、ね、寝るタイプじゃないので横向きで寝るんですけど、ここまで冬とかはここまで被ってます。なんか不安で何でなんやろ、なんか誰かが入ってきたら時にもしかしたらそんな時になんかここまでかぶってたらちょっと安心じゃないですか。そう、夏とかってやっぱね、寝てる時って安心できんよね。チェーンっていうかドアガードはもういつもしてます。絶対にしてます。こんばんは。イモースの寝起きドッキリの時布団に潜ってましたよね。え、覚えてない
そうやったっけ、全然映ってなかったかも自分。何やったっけ、玉入れのやつか。懐かしい。なんでこんなすごいところに泊まるんやろうって思ったら、なんかそうやって安心させて寝起きドッキリをするための作戦だったのかって思ったらね。そう、でも寝起きドッキリってなんか殺気を感じるんですよ、やっぱり人が入ってくるっていう、あの存在じゃなくて、あの意識じゃなくて何、あ、景色じゃなくて、間違えた、気配もうやばい、頭が回らん、気配を感じるんですよ。めっちゃそれが怖いんですよね。そろりそろりって感じ。寝たふり？いや寝たふりじゃなくて普通にガチでされたんですけど、その時はもう入ってくる時点でわかるんですよ。それでみたいになって起きる。気づいちゃっても寝たふりしてなきゃいけない時、いやでも一回しかされたことないけど分からん、あるんかもね、分からんけど。やらせやん。全部多分ガチだと思いますけどね、そういうのって。自分もそういうのされる前まではなんかやらせなのかもなって思ってたんですけど、普通に知りませんでした。そう、もう寝起きで玉入れの練習とかしてもうしんどかったです。朝から。でもね、豪華な朝ごはん食べました。匂わせ？え、全くなかった。もう大変でしたね。もう寝巻き、もう、ね、寝巻きの状態でやってました。こうやってなんかコテージみたいなところでした。その時ドッキリ、寝起きドッキリの時やけん、みんな同じ大きい場所に寝てたって感じ。ハンバーグ定食没収？え、全然覚えてない。
あったっけそんなこと。もう滝行の方がやばかったかも。人参ジュース。眠くなってきた。15分になったら終わります。そう、もう修行でした。スタッフの弁当隠されてたやつ、それ見たんですよ私。おにぎりが大量に作られてあってめっちゃ美味しそうでしたけど、見ちゃダメだよみたいな言われて悲しかったです。見たら食べたくなるでしょみたいな。もう辛かったですよね。もう朝の3時ぐらいに起こされたんですよ。それでもうめっちゃもうこうなりながらなんか木投げられたりとかしてました。なんやろ、お経もう正座してめっちゃ眠かった。懐かしい。でもなんか結構最近に感じるんですよね、滝行って。でもメジャーデビューシングルがヒットしますようにみたいな滝行だったので、暗闇の前なんですよやったのは。でも記憶が鮮明すぎてそう思うのかもしれないです。めっちゃ寒かったよ本当に。何回も言うけどみんなもしてみてください。真冬に滝行。うわー、なんか車で移動してたんですけど、滝行のなんか地足庵っていうなんか広島の山奥の修行場でやったんですけど、その時に軽食が用意されてたんです。サンドイッチとかおにぎりとか、それを食べとけばよかったって思いました。あんま食べてなくて後悔しましたね。めっちゃ断食もあったので。思い出ランキングも1位2位ぐらいトップを争います。滝行は私の活動の中で。こんばんは。でもめっちゃね、それやったおかげでもう何も怖くないやんって思いました。真冬の滝行を乗り越えたら。もうその時はね、寒いのが恐怖で。みんなもうガクガクブルブル震えてましたね、入った後。もう凍えてました。懐かしい。では壇上を読みます。
カツリンさん、ハルキングさん、胸金ひろしさん、サトシさん、トノサマドラゴンさん、いつもピンチさん、タッキーさん、クロちゃんさん、モフモフスギーさん、ひろしさん、ウツボさん、アヨンさん、ケンケンさん、お疲れ様でした。今日はマイハの卒業公演でした。一期生が少なくなってもう、まあ、寂しくはなるんですけど、もうマイハの今後の活躍が楽しみすぎて期待大。という気持ちです。楽しみよね、本当に。どういう活動になるんやろ。おやすみかん、お疲れ様でした。7月ありがとうございました。早い、8月。暑さを乗り切りましょう。お疲れ。